今回の動画はマジでやばいです。ダイエット効果がめちゃくちゃあるんです。私が有酸素運動の代わりにやっているのが SIT です。これはスプリントインターバルトレーニングの略で、たったの2分で90分分の有酸素運動効果があると言われてます。20秒動いて1分休みます。これを今回6回続けていきます。自分のペースでいいです。誰でも完走できます。脂肪がめちゃくちゃ減って、基礎体力が上がって、心肺能力が上がって、代謝が爆上がりして、痩せる体が作れてきます。一緒に頑張ってみましょう。20秒間体をしっかり動かします。できれば走った方がいいんですが、床が響くよって方はかかとの上げ下げでいいです。もしくは跳ねながら手を動かす、腰を振りながら動かす、自分の好きな動きでいいです。とにかく全力で20秒間体を動かしてください。そしたら1分休みます。これやってったらマジで痩せるけん頑張っていこう。いくよ、しっかり動いて、よっしゃ動いて、痩せるイメージ持っていこう。とにかく手を振って動かして、息しっかり上げて、20秒間だけ頑張って、とにかく体をね大きく動かして、かかとの上げ下げ、どんどん痩せるよ。よっしゃ、呼吸戻していこう。休憩1分あるけゆっくり行こう。ゆっくり呼吸戻していこう。寝てもいいし座ってもいいよ。これをねあと5回やるだけ。90分分の有酸素運動ですから頑張っていこう。呼吸戻ったらね座ってちょっと足をね休めてください。ストレッチしたり足を揺らしたりリラックスしていこう。もう歩いたり走ったりね、あれこれするよりもこれだけでいい。本当に毎日これだけ続けてみてください。もう2ヶ月ぐらいやったらマジで体重落ちるね。痩せるイメージ持つのめちゃめちゃ大事やけね、頑張ろう。しゃあ2回目いきますよ。しゃあ心の準備はいいですか。しっかり体を動かす準備をしていきましょう。さあ行きますよ。しゃあ、とにかく手足動かして頑張っていこう。とにかく大きく動いて、綺麗に痩せるイメージめちゃめちゃ大事よ、頑張ろう。どんな動きでもいいよ。よっしゃ、呼吸戻していこう。水分とってもいいけんね。この早く動くっていうことがね、心肺能力が一気に上がるから、もう消費カロリーもあるし、全身の脂肪が燃えて筋肉も早く動いて筋肉もつきますから、これをね4回、絶対脂肪燃えるけん最後までやろう。今はねちょっとリラックスして休憩しましょう。これ最後までやらんとね意味ないけんね、頑張ってよ。寝っ転がって休んでもいいけんね、好きなように自由に呼吸戻していこう。3回目いきますか。自分のペースで動いていいからね、マイペースでいこう。しっかりね呼吸を戻して、2日目から息があんまり上がらなくなるよ、頑張ろう。自分のペースでいいですからね。絶対痩せる気持ちを忘れずに頑張っていこう。手足動かして、息が上がってもいいよ。いろんな動きしていこう。どんどん脂肪が減っていくよ。楽しんでいこう。よっしゃ、オッケー。よっしゃ、あと半分。もう半分来たけね、絶対最後までいけるよ。歩いたりね走ったりしてもこんな早く動きませんよね。体がねすごいね代謝が上がってくるんで、本当にねこれを1日1回毎日2ヶ月ぐらいね続けてみてください。続けたら絶対脂肪が減るけね、頑張ろうね。あとはね、早く体を動かすと体が元気になってポジティブになるし、気持ちも高揚してくるんでね、ダイエットのね悪いイメージがなくなってくる。毎日ね続けていこう。全部終わったら達成感やばいけね、頑張っていこうね。みんなしんどいけどみんな一緒だよ。しゃあ、あと半分頑張っていこう。
とにかく手足動かして、息がしっかり上がったらいいよ。動いて動いて。残り10秒、あと少し。頑張って頑張って。止まらないように頑張って。あと少し。3、2、1、OK。おっしゃ、あと2回で終わり。ここまで来たら最後までいけるよね。あと少しだよ。息がね、この上がるってのがね、すごくね、いいですからね。大きく息吸って、しっかり吐いていこう。この呼吸でね、カロリーを使うんで、歩いてね、ゆっくり呼吸するよりね、わーって呼吸が上がった方が、脂肪燃焼が上がりますんでね。しかもね、体を早く動かすから、筋肉がね、すごいいい動きができてきます。あと少しで終わるけーね。みんな頑張ろう。体がテキパキね、日常的に動くなってくるんで、このね、続きで見てください、本当に。よっしゃあと2回通り。もうかなり脂肪が燃えてきてるよ。代謝も上がってるから、自信持っていいからね。楽しんでいこう。よっしゃあ頑張っていこう。いらん脂肪をどんどん燃やしていこう。自分のペースでいいよ。とにかく体をね、腕も動かして、好きな動きでいいよ。めちゃくちゃに動いたらいいからね。あと少し。よっしゃ、あと1回で終わり。あー、うわー、来るねこれ、来るね。疲労感がね、すごいねこれね。もう終わったも同然だよ。本当はね、2分ぐらい休憩してもいいんですけど、今回ちょっとギュッと詰めてるんでね、1分間の休憩しかないんですが、本当はね、まあ、30秒動いて2分3分休むっていう感じなんですが、ちょっと今回ね、ハードになってます。なんで自分のペースでね、動いたらいいですから。これで90分分の有酸素運動効果ですからね。もうすごいよ、本当に。あと1回で終わるよ。90分分の有酸素運動だからね、みんなよく頑張ってるよ。ラスト、しゃあラスト、これで終わりだよ。いらん脂肪削っていこう。どんどん理想の体型になっていってるよ。自信持っていこう。いけるいける。最後の最後まで、あと半分頑張っていこう。しっかり息上げて。燃えろ脂肪、脂肪燃えろ。うわ、みんなお疲れ様でした。よく最後までできました。もうすごい体力ですね皆さん。これ毎日続けたら本当に体変わってくるからね。どんどんね、体変わって脂肪が削れて理想の体型手に入るよ。頑張って続けてみようね。ありがとう。